皆さんこんにちは、吉野智美です。本日は忍絵の七メリ、七のバッテンと書かれているものとゼロの使い分けについての動画を配信していきたいと思います。まず前提として、この七メリとゼロという音は表記が違っても同じ音程であるということを認識しておきましょう。ではなぜ使い分けが必要なのかということなんですが、例えば6という指使いはまずこの指ですよね。6に対して7メリというのは、この人差し指を少し動かすだけでスムーズに移行することができますが、例えばこれが6、0ということになると6、0、6、0とかなり指の動きが大きくなることはお分かりですよね。最小限の動きで音を移行するといった意味では、7メリを使った方が良いということですね。では次に、今度2だったり1という指が前後に来た時、2から7メリ、1から7メリというこの指使いは、やはりこちらも指の動きが大きくなると思います。その場合は2から0、2から0、1から0、1から0、このように0という指を使った方がスムーズでミスも起きにくい。これはどちらも絶対にこうではなければならないといったことはありません。ご自身の使いやすい方で使っていただいてはいいかと思うんですけれども、前後の指の手順として、6が来た場合は7メリ、2や1が隣り合っている時には0を使った方が良いと言われています。7メリと0の使い分けについては、分かりやすい曲を挙げると、桜桜という日本の代表的な曲があります。6が来る時は7メリ、そして2が来る時は0を使っていることがお分かりいただけるかと思います。ぜひこちらもチャレンジしてみてください。では次に、前に6、後に1というようなことがあった場合、どちらを使えばいいですかというお話なんですけれども、替え指っていうのをいくつか皆さん独自に持っている方が多いです。私の場合、0の替え指、この指を私はおすすめしています。左手中指、薬指、右手人差し指、中指ですね。これで0という音の替え指になっています。私はよくこれを使います。ただこの替え指に関しては、すべての楽器に対応できるわけではないと思います。そのあたりは研究してみていただくのがいいのかなというふうに思っています。この動画がためになったなというふうに思っていただけた方、グッドボタン、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。またね。